はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はアイゾトープ社の RX、まあ、最新バージョンの8を使ってどうしても困ったノイズをうまく取る方法をやってみたいと思います。まずこの音を聞いてみてください。はい、今プチプチッと音が鳴りましたよね。今回はリモートレコーディング、リモレコでレコーディングしたので、ネットの問題かもしくは原因不明での問題なのかよく分かりませんけれども、このようなノイズが入ってしまいました。そういう時は RX の7、8についていますリクリックという機能を使えば、こんな時も簡単にこのプチプチというノイズを消すことができます。やってみましょう。はい、ものの見事にきれいに取れました。この機能の僕は2つ目のメニュー、マルチバンドのパロディッククリックというのを選択しています。周波数が分かりにくいときはもう一つ下のランダムクリックを選択してもいいんですが、 CPU の負荷が少し大きくなります。次は RX8 に新しく付いたギターでノイズという機能を使ってノイズを取りたいと思います。まずは元音を聞いてください。このようにベースを弾いた時に弦に触れて、そしてピックアップにも少し指もしくは弦が触れてるのだと思うんですけれども、カシャッというような音が入ってしまっています。ジャンルによってはこれの方がいい時もあるんですけれども、今日はバラードのレコーディングですので、できるだけこういうノイズは低減しておく方がいいと思います。ギターでノイズの真ん中の機能にその機能がありまして、センシビリティ、感度ですね、それとリダクション、どれぐらい取るか、完全に取ってしまうんじゃなくって、ある程度勢いも残すのか、そういうことをセッティングできます。じゃあ聞いてみましょう。はい、これも綺麗に取れましたね。分かりにくい時はどのように取ったかというのは、この耳のマークのところでそのノイズだけを聞くことができます。はい、このようにノイズだけを聞けるので、どれぐらい取ったかがはっきり分かっていいと思います。最後にもう一度聞いてください。このように RX シリーズはとってもノイズを便利に取れる魔法のようなツールです。本来ならテイクをもう一度取り直すというような作業が必要ですけれども、これさえあれば便利に修正ができます。今日はノイズ処理の2つの機能をご紹介しました。村長ミュージックスタジオではリモートレコーディングをリモレコと呼んで、キューベースの VST コネクトという機能を使って日本中の皆さんとレコーディングをしています。興味のある方は当社のホームページを見てください。もしお気に召しましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。村長でした。